からでいかがなものに加えましょうか。記録的に早かったということもありまして、前年よりは10日程度、それから平年よりは、まあ、0から4日程度遅かったということが、各地域間での差も今年は非常に少なかったということで、まあ、団子状態でですね、開花したというところです。で、開花期間の気象条件につきましては、非常にこう恵みに出てるですね、まあ、未熟の部分に関しましては、添付質もかなり残っておりでですね、だけどというところはありました。で、まあ、これは完全に未熟だから、これはゼロで、シャリ感ベストだったんで、まあ、できればここから始めていただいて、少し柔らかいこう並ぶとこうですね。これはちょっともういっちゃってる、ちょっとバースもありすぎて、災害がなくて順調にこう肥大と生育していると。でそういった中で今回水の一回まで何もなかったということが非常にこう嬉しいと思っております。どうも有意味しかったです。